はい、こんにちは。今日はですね、今日の決算出ました武田薬品の7から9月の、決算分析をしていきたいと思います。今日の終値ですから、今日の決算はまだ反映されてませんけど、今日の終値が4347 で、この値段というのは、前回ですね、私が決算分析やった時とほぼ同じです。前回も4300円だったんですよ。だからまあこの辺りで定位置になってきてますね。一時期の3600円台に比べるとだいぶ良くなりましたけどね。あそこからですとだいたい2割ぐらい良くなりましたか。まあそれでもやっぱり物足りませんよね。買収騒ぎが起こる前に比べたらかなり低くなってます。で、現状ですね、社債と借入金を合わせて 4.6 兆円あります。まあこれですね、ドルベースで借りてるとドルとユーロで借りてるはずなんで、為替で結構膨らんでるっていうのはあるんですけど、まあそれでもですね、かなり多いです。で、今回の7から9の支払い利子がですね、利子支払いが581億ありますんで、まあこれがなく、まあこれだけの大企業なんでね、これがゼロになるってことはまあないと思うんです。どんないい企業でも借金は多少はしてますから、ゼロになるってことはないにしても、これがやっぱり大きいから、この利子がかなり大きくなってるということがありますね。それから、そうか、じゃあ先にやっていきましょうかね。前回の去年の79と今年の79を比べて、為替が前回が140円で今回は145円ぐらいですから、まああんまり変わりませんね。 3% ぐらいは良くなってますけど、まあほぼ一緒と考えていいでしょうね。で、トップラインが1兆23億の1兆4300ですから、まあだいたい為替の分だけ良くなったんで、ほとんどまあ一緒ですね。売上は一緒、それから売上原価が3054の3436、まあちょっとこれが膨らんじゃいましたね。これはまあ一つはインフレというのがあるでしょうね。やっぱり薬なんで、まあそういう化学物質とか石油製品ですから、やっぱり値上がりしてますからね。これあります。から販管費がまあほぼ同じ、販管費同じっていうのはすごいですよ。今だって人件費が高くなってますからね。世界的に高くなっている中で、同じっていうのはすごいです。実質的にだからリストラが進んでるのかもしれませんね。で、研究開発費が、ちょっとやっぱり研究開発は2割ぐらい大きくなってますね。まあでもこれは別に否定すべきことではないですね。まあ研究開発費なんでインフレの影響も受けるでしょうね。その研究開発するときにいろいろ資材を使いますからね。それの部分もありますんで、その資材のものはインフレの影響を受けているんで、まあただほとんどが人件費だと思いますんで、人件費の上昇の分があるのかもしれませんね。それから武田の毎回のもうおなじみの無形資産の焼却費プラス減損、これが前回1400億だったのが今回倍にはなってませんけど倍近くなってますね。これがかなり大きくなったんで営業利益が赤字になってます。前回1044だけど493の赤字、当期利益も赤字になって、これ要は無形資産の焼却費プラス減損がかなり悪化したので、この理由がですね、エキシキビティとアロフィセルなんかの減損で、エキシキビティはですね、これはがんの薬かな、全世界でちょっとね、販売を見直す販売を、やめていくみたいですね。ですね、治験をしてその当局に数字を出すものが何かですね、あまり良くなかったようなことが書いてありましたね。ですからこれのために開発のために無形資産を取っておいたもの、蓄積してきたものを今後その収益性がなくなると見込まれるんで、大幅に減損をしたということですね。なんでね、このいつも言ってるように無形資産というものを製薬会社というものは非常に大きいです。他社から買収をした時に他社から無形資産を引き継ぐものもあれば、
自分のところで研究開発をしたもので、IFRS ということは、研究開発のうち開発費の一部、条件を満たしたものは無形資産として計上しますから、その無形資産として計上するのが毎期毎期出ていくわけ。毎期毎期出ていく。で、これちなみにですね、この無形資産のバランスシートの残高、これ7から9の前から 4.2 兆円あったのがほとんど変わってないです。ほとんど変わってないです。増えてるんです、逆に。毎回毎回この無形資産の償却を出してるのにもかかわらず、増えてるんですね。だから、やっぱり、買収、M&A で買収したり、そして自分とこで自己開発をして、無形資産増えていきます。だから、これはもう、大体常にもう出ていくものと諦めた方がいいですね。諦めた方がいいです。で、ということはですよ。売上をいかに増やしていかないとこの株価は上がっていかないということです。トップライン増やしていかないと、もう投機利益が出ないということですね。いつかこの無形資産が償却がなくなるだろうという淡い期待は描いてましたけども、そんなことはないということなんです。トップラインです。そこであるのがタク279の感染治療薬です。でこれですね、だいぶ良くなって、治験が進んでいてベストインクラスの呼び声が高い。ね。そして、2028年のマーケットが、これ、670億米ドル。つまり、10兆円規模のマーケット規模があるんですね。で、そのうち 5% を取れるだけで5000億円ですから、これ十分もう、エンティビオクラスのブロックバスターになるんです。もしこれがうまいこといけば。これから治験がどんどん、第1層、第2層、第3層進んでいって、重大な副作用が出ないければ、感染治療薬としてこれマーケットのベストインクラスだったら 5% ってことないですよね。もっと取れますから。マーケット規模が10兆円、これは感染だけじゃなくて、これ感染というのは自己免疫疾患なんで、大腸炎とかですね、関節炎なんかにも効きますから、要するにその適応症が大きいわけですよね。ということで、これが今最大のトピックスです。前回も言いましたけど、それからビバンセが下落していきま、ビバンセという ADHD の精神疾患薬があるんですけれども、これがですね、満了で、独占期間満了によって、下期以降ですね、シェアが下がってくると言われています。8月までの売り上げは良かったんだけど、下期以降ですね、これが下がっていくと言われています。エンティビオは調子がいいんです。逆、エンティビオも結局、バイオシミラーが出てくる、それが出てきにくいので、いつ満了するのか、もうしてるのかな？ただ、そのバイオシミラーが出てきにくいから、エンティビオの方はこれからもまだ十分な期間ですね、稼ぎ頭になるんですけれども、ビバンセというのはおそらく下期以降落ちていくでしょうと。で、そのブロックバスターというものが結構その竹田には何個もあって、竹細胞とかもそうなんですけどね。あと、その一個一個のその商品名の一個で言うと、エンティビオが一番大きい。圧倒的に大きいです。これ上半期でね、4000億円ぐらい売り上げてますから、まあ圧倒的にエンティビオですよね。エンティビオはね、確かミレニアムかどっかから長谷川さんが買ってきた、だったと思うんですけど、ちょっと違ったらすいません。確かそうだったんですよ。で、この感染も確かそうでしたよね。あれ違ったかな。感染も、M&A だったと思います。うん。まあ、別にその、自社で必ずしも開発しなければいけないということはないんで、別に、他社で M&A しても別にいいんですけどね。結果的にその売上と利益が出れば。あんまりその自社開発にこだわる必要はないんですけど、じゃあその、ね、日本にある、あそこの神奈川県にあるところの大規模なね、研究開発チームはじゃあ何やってんだとかっていう、その人件費がもったいないじゃないかというような話もあるのかもしれませんけど、まあそれはね、もうね、パイプラインの候補屋を見つけるのは300万分の1とかって聞いたことあるんで、まあなかなか難しいというのは現状で、どっか会社がいい目を出したものを結果論として買い取るっていうのがある種賢いやり方なんですね。一からパイプラインを探していくよりも、その300万分の1で見つかったやつを
お金はちょっとかかるかもしれないけど、買い取る方が、その一からパイプラインを研究開発するよりも、それの時間とかですね、人員とか人件費、資材費を考えると、その確率と掛け合わせると、実際に芽が出てきたやつを買い取る方が安い場合もありますからね、うん、まあその辺はあるんですけれども、やっぱりそこですね、トップラインがいかに、これからのパイプラインがどういいやつが出てくるのか、それでトップラインが決まってきます。で、後の数字というのはもうしょうがないです。 無計算の償却費もしょうがないですから、まあ、あとせいぜい言うとしたら、この利子のあれが、これが減っていくことによって利子の支払い利子が下がってくるからここに影響してきますけど、やっぱりそれでも売上ですよ。結局は売上です。そして為替もバカになりませんね。アメリカの売上が一番大きいでしょうから、為替もバカになりません。ということで、ちょっとね、私のこの株価の妥当性というのがね、今回は特に赤字だからちょっと EPS のバリエーション計算できませんから、分かりませんけどね、この前も小野薬品とかとその PR 倍率を比べた結果全然違いましたからね、ちょっと日本の薬品会社の妥当な倍率というものもよく分かりませんので、ちょっとここは買いなのか売りなのかよく分からないということで、今回はちょっとすいませんけども、この保留にしておきたいと思います。